はい、皆さんはじめまして、栗原啓太と申します。この度 YouTube を始めることにしました。今僕は生き生きジムという東京都墨田区にあるボクシングジムに通っておりまして、プロボクサーとして活動しております。で、肩書きとしてはですね、今東洋太平洋バンタム級チャンピオンというアジア圏のタイトルを保持しておりまして、ここから世界の方を狙っていくという立ち位置になっております。はい、ここから毎週火曜日と土曜日に更新していく予定ですので、そちらの方ですね、ぜひチェックしていただけたらなと思います。始めた理由はですね、もともとちょっと YouTube の方をやってみたいなという興味があったところで、最近になって結構ボクサーの中でも YouTube 始めているという方も出てきまして、僕の方もこの YouTube を通じてボクシングの面白さ楽しさっていうのを、広めていければいいかなと思いまして、やっていこうということになりました。で、そうですね、このボクシングまだ見ていない方もしっかりと楽しんでいただけるように動画の方を今後撮っていく予定ですので、企画ものでしたりそういったものにもどんどんとチャレンジをしていく予定になります。あとはもう僕自身の方もですね、もっともっと認知度を高めていけたらいいなと思っております。ボクシング今だとあまりこう知名度の方とかもなかなか低いと思いますので、こういう選手がいるよというところもですね、ぜひ知ってもらってボクシングもっともっと広まっていければいいかなと思っております。そうですね、YouTube の方はもともとボクシングの動画とかをよく見たりすることもあったんですけれども、最近になって結構京口さんとか YouTube をよく更新されて、すごく再生回数も伸びていて、で、楽しく僕の方も見てます。で、そうですね、やってみたい今後企画としても、京口さんやってたみたいなちょっとパンチングマシンを、どのぐらいで叩けるのかとか、そういうちょっと企画ものですね、ぜひチャレンジしていきたいなと思ってます。他にも、トレーニングだったり減量だったりとか、あとは試合情報なんかもですね、この YouTube 通して、お伝えできたらいいかなと思っておりますので、はい、ぜひ楽しみにしてください。はい、そうですね、こうボクシングの、関係者ですとか、あとは、ボクシングのファン、ボクシング好きな方っていうところが最初やっぱ見ていただく方々になってくるのかなと思ってくるんですけど、やっぱそういう企画とかですね、やっていくことでこうより多くの人たちに見てもらえるかなと思いますので、そういった方にもですね、こうなるべくやっぱり見ていただけるように面白く撮っていければいいかなと思っております。はい、逆にもうこういうのが見てみたいなとか、僕に対して、ボクサーに対してでもいいですし、こういうこと聞いてみたいな質問があるという方は、ぜひコメント欄の方にですね、書いていただいて、それに対してのアンサーの方もしていきたいなと思いますので、ぜひコメント欄に、気軽に書いていってください。見ていただいている皆さんでですね、楽しい動画、楽しい、YouTube にしていきたいと思っていますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。